おはようございます。片山さん、本日はですね、新入社員に求めることについてインタビューさせていただけたらと思いますので、はい、片山さんのご意見の方よろしくお願いいたします。そうですね、最近もブログに一度書いたことがあるんですけれども、やはり新人さんに求めること、何よりも早く仕事ができる人になることだと思います。で、仕事ができることになるというのは、もうその文章を早く作れるとか、そういうことでは、そういうことも含めはあるんですけど、そういうことではなくて、周囲の人たちの必要とされる人になること、周囲のために自分の存在が求められるような人になることっていうことが大事だと思います。で、みんなから必要にされることによって、自分自身も成長の速度がぐんと上がると思いますので、そういうことを期待しています。はい、本日はありがとうございました。